はい、皆様こんにちは。今日はね、八幡神社なんですけど、播磨中央公園の中を通り抜けないといけないみたいですね。ちょっとね、車で突っ込むかなと思いますけど、ここね、道あるんですけどね、行けないですね。この中央播磨公園のね、こっち側から通っていかないといけないんですけど、全部車止めされてますからね。こうね、従いまして歩くしかないですね。はい。で、あそこはあの関係者のね、駐車場となってます。ここね、道あるのにね、なんで通らせてもらえないんだろうね、これ。まあ、よろしいですわ。ゆっくり歩いていきましょう。このようにね、さっきのところの道入ってきてもね、ここでこの、鍵がかかってるっていうか、駐車禁止になってますんでね。だから、ここに入っていきたいんですけど、入ってこれないんですね。はい、では進んでみます。はい、だいぶ歩いてきたんですけどね、まだ続くみたいですね。もうちょいやと思うんですけどね。まあ、ほとんど、まあ、ちょろちょろしか人は歩いてないですね。公園のためか、ちょっと八幡宮の標識が上がってないんでね、ナビを頼りにちょっと歩いてますけどね。また近づいたらまた続けます。ちょっと道を間違えましたね。無駄に向こうに歩いてしまいましたけどもね、戻ってきました。ここまで、この分岐までね。この分岐は先ほどね、見かけたと思いますけど、ここ八幡宮さん、こっちやね、どうやらね。八幡神社さん、こっちやね。あそこも車止めみたいなのもありますしね。みんな上に登っていかれるでしょうけど。こっちじゃね。ありました。ああ。ね。はい、こんにちは。八幡神社さんやからね。多分、本田脇の御門さんでしょうね。王神天皇さんやと思うねんけどね。よいしょ。まあ、ここも播磨中央公園の敷地内になるんやね、これ。まあ、何かの時だけ車乗り入れできるんでしょう。あの人車で入ってきてるんだ。どっかから来れるんかな、これ。まあ、静かやけどね。あ。車で入って来れるんですか、ここに。許可取ってます、ね。あ、許可でね。勝手には、入るとこあれへんしね。入るとこあれへんですよね。前に置いてますけど。ああ、なるほど。この辺の許可。ありがとうございます。大きく変わっとんね。公園の許可取ったら入れるらしいで。まあ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 。許可取ったって、鎖下げたりいろいろせなあかんから。面倒は面倒やね、これ。はい、こんにちは。ね、すごい駐車場あるのに。よいしょー。うわ、何や、これ。厄除け八幡って書いてある。こんな堀も初めて見たな。面白いな、これ。うまいこと掘ったからな。ちょっと熱でね、動画が切れましたけどね。これはすごいね。厄除け八幡。はい。とはいえ優勝書きも見当たらないな。まあ、特別にこの他の組物があるわけでもないし。
ね、ここに石が何かちょっとありますが、何が書いてあるのかかは分からないですね。播磨の石碑かね、名前が書いてあるのかな、うん、これは何でしょう、元長寿橋かなんかやったかな、なんか書いてある、ね、印象書きがないから分からへんな、あれはなんとか詰書と書いてあるのか、詰書やね、これは、うん、これは詰書らしいです。はい、何か拙者か末者かはありますね。よし、神三名が書いてあるね、ちっちゃい竜の彫り物があるな、こっちも竜の彫り物がな、神様目がないから分からへん、まあ関係がある人やったらまああれです、沖縄新しい姫のねお母さんというか王神天皇のね、うん、鬼瓦、鬼瓦かな、ちょっと可愛らしい鬼があるな、うん、はい、という感じですね、この上も何かあるんでしょうか、ちょっとよく分かりませんけど、これは古い玉垣やなこれ、この上はちょっと分かりませんね、そこはちょっと、はい、ちょっとね、さっきのおじさんに聞いたら、ね、坂登っていた広場があって、そこでなんかお金を投げるらしいわ、厄年の人が、で子供が拾うらしい、ちょっとその場所だけ見ときましょうか、せっかく来たしね。でね、優勝書きはね、あれらしいですわ、後でね、これ今作る予定らしいですけど、ちょっと予定が止まってるらしいですけど、いずれつけられると思いますね。ちょっとこういう階段登っていかなあかんみたいなんで、ちょっとしんどいですけど、せっかくのところなんでね、たまに新聞にも載るそうですので行ってみたいと思います。はい、途中ね、イノシシ除けのこれがありますんでね、いつものごとくね、これを開けて進みましょう。よっしょ、まあ、帰りも来るんでね、ちょっと片方だけに差し戻って、帰りはきっちり締めて帰りますんでね、上だけ差し戻って、はい、じゃあ進みましょうね。だいぶ上がってきましたね、200メートルぐらい歩いたかな、坂やからしんどかったけどさ、なんか氷河みたいなのが見えてきましたね、あれ、はあ、うわっしゃ、けど氷河大したことないとか言ってたけど、大したことあるなこれ、うわ、これ頂上ぐらいやねこれ、で松も生えてるしね、木も生えてるじゃないですかね、氷河進行かこれ、あちこちに岩が転がって、きっと何かあるんでしょう、この岩にも何かが宿ってるっていうか、もしかして何か掘ってない、これよくわからない、うわ古墳みたいなのもあるんやね、何すかこれ、ちょっと待って、何か書いてある、ここから石投げるん、お金投げるんかな、うわすごいなこれ、これはちょっとね、なかなか気がつかないね、このスポット、古墳か、へえ、毘沙門天石棺仏やって、山頂の岩陰に祀られている尊像を刻めた裏目には、ね、高室石です、どこにそんなもんね、この中か、よいしょ、あーわからない、あー
なんか書いといてくれな、わからへんな、写真に写してでも。まあなんかあるんでしょ、これ。ね。はい。皆さん、興味のある人は見に来てください。毘沙門天山がな、来られてるそうです。ちょっと私はよう見つけませんですけどね、これね。よし。これね、これが出るかどうかもちょっとよう分からない。ちょっとこの上登ってみても、ちょっとバチ当たってもかなくて。大丈夫かい、ね、よし、はあ。でかいね。よくしゅう。で、どこからお金投げんねやろね、これ。で、お金投げてなんか子供が拾うとかって聞いたけど、どこに投げるんかが分かれ。河原け投げみたいなものやろ。よいしょ。はい。じゃあちょっと止めてね、向こう行ってみます。はい。なんかお酒がね、祀られてるし、まさかあれが毘沙門天じゃないでしょうね。よく分からないですけどね。ちょっと裏に刻まれてるような気はすんねんけど、形には見えないから。分からない。ね。うん、まあいいでしょう。で、向こうにもね、何かね。で、この木すごいね、これ。この岩のとこから。よいしょ。よいしょ。でもなんかあるんでしょ、これね。古墳か遺跡か。なんでしょうね、これね。ちょっとわかりませんね。まあ、一応写真には撮っておきましょう。はい。まあ、そんな感じですね。ただまあ、ちょっと石、お金どっから投げるのかちょっとわからへん。でも、心残りですね。まだ説明書きとかつけてくれはったらね、ありがたいです。はーい。五兵衛がね、ぶら下げられてる。神様、石原ね。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。八幡神社さんになってましたね。ちょっと優勝がないので、ちょっとわかりませんでしたけどね。まあ、針町六公園内にありますんでね、また興味のある方は来られてみてください。またよろしければ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。